こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日は碧岩録にある別にこれ一家風という言葉を全紙の8分の1の大きさに書いています。この家風を文字通りその家の独自の気風や習慣と解釈すれば、それぞれの宗風や流派にはその宗派や流派に独自の宗風流派色があるということです。またこれを人間の生き方と考えれば、それぞれの人にはその人独自の生き方や考え方があるということです。それでは今から別にこれ一家風を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。